どうも、前原です。WRC67 に収録されてないところ走ってみてます。次ここですね。ここもね、全くないですね。どっか一部分をっていうわけでもなさそうですからね。 7.06km 走ってみたいと思います。まあセッティングはね、どうでもいいや。では行ってみましょう。さっき走ったステージがすごい水たまりいっぱいありましたからね。ここもあるんですか？では行ってみましょう。ジャンクションイントゥー右にドントカット60、右5アホン60、左3ショートカットキンキ30、右4キープインコーションブレーキイントゥージャンクションスクエア左アンド右3 60、なんだここ左6タイトル3アンド右3イントゥー左3 30、左3タイプロング30、右3アンド左2イントゥーフラット2アンド左3オープンアフォン50、高速っぽいな。ショートイントゥー左5ショート30、右3ショートイントゥー左5アンド右3タイプアンド右3ショートイントゥー左4 30、右4アホンアンド左6 70、もう左がポコポコだ。クレストアホン150、左4 40フラット右40、ジャンプアホン30フラット右30、右3ショートイントゥー左4オープン40、ここはうまく抜けられそうだね。左4イントゥーフラット右30、ジャンクション右4オーバークレスト、アンド左4ショートハードブレーキアンドスクエア右イントゥー右2オープンイントゥー左5アンド右3 30コーション、スクエア左ドントカットマット6インオープン70、キープインアンド左5タイトル3ロング40、思ったより曲がった。左4ロングアンド右3タイトル30、あの岩っていうか、なんかドイツのステージも落っこちてるやつ、あれみたいなのがねすごい邪魔。攻めてると絶対ぶつけるんだろうな。イントゥースルーボーダーイントゥー右3イントゥーオープンヘアピン左オーバークレストドントカットマストオープンアンド右3ロングタイトルイントゥー左3ショート70、コーションハードブレーキヘアピンオープン右イントゥー右5キープインブレーキイントゥー左4タイトル1ドントカット、タイトル1っつってたよね。アホンキープインイントゥー左4オープンブレーキイントゥーオープンヘアピン右30、やばいやばいやばい。左5アホン80、右4アンド左3タイトルオーバークレストオープンアンドフラット右タイトル30、
ってるな。ハンド左4、オーバークレスト、イントゥフラット右、イントゥクレスト、ハイトゥ5、イントゥ左4、ショート。ハンド右3、ショート、ハンド右に、オープン、ロング。イントゥ左4、ハイトゥ、ハンドオープン、イントゥ、フィニッシュ。ああ、タイトゥ2か。結構ね、前半と後半でね、なんか、特性が全然違う感じがしますね。まあ今のが自己ベスト更新ですか。でリプレイ見ておきましょう。前半は本当高速っぽい感じですよね。いやなかなか結構面白いコース、まあ、前半と後半でねだいぶ顔が違いますんでね。意外と初っ端は結構きついところもあるんですけど、まあ途中でね、ものすごい高速区間入ったかなーって感じはあったんですけど、リプレイ見るとそうでもないのか。まあ左ぽっこりやってる。ギア比もっと高い方がいいんでしょうね、おそらく全体的に見ても。やっぱり WRC6 はねちょっとぶつけただけでぺっこりへこんでますね。7は頑丈になったのかな、中はいってるのかっていうのが微妙に分かりづらいですからね。ここは意外とロングなんだよな。まあ、アルペンチはウォーターがたくさんあるっていうことですかね。この辺はね、本当にもうコーナーの連続というか、なかなかね、面白いところですね。まあ、ただね、あの7と比べちゃあれなんだけども、まあ、路面が平坦すぎてね、まあしょうがないんですけどね。
結構山の中走ってる感じですからね。山の中っていうか上かな。あとまあこんな感じですね。これで終わりかな。多分これで終わりですね。まあアベンチもね、2個ほどなくなっておりますので、残念な限りではありますけれども、まあしょうがない。しょうがないけど、ちょっと待って。まあ結局ね、このステージ、エピックステージでね、7ではあるんですけど、実は6では普通にこのステージあったっていうことに今、若干気づいております そういうことか。なんか似たようなステージになってると思うんですけど、さあどうなんでしょうかね。それではまた。